赤番のホームです。2番の飯塚智子が7番の鈴木の後ろ、昨日は直線伸びて細田にも迫っていました。1番梅田優希、2度目の参戦となった立川、昨日はまくりが決まりませんでした。1番の梅田現在7番5番手の位置、6番の山口優衣、昨日は終始外を回る形、現在は6番手金が鳴っています。残り 600m、 5番の元砂奈由美がさあ7番手からポジションを上げていくでしょうか。さあ3番手からの発進が7番の鈴木みのりです。金が鳴って残り1周ホームストレッチ、7番の鈴木が今日も積極策、7番の鈴木が先頭に立ちました。2番の飯塚智子がこのマークの2番手、3番中村ゆかりは3番手に収まっている。この後ろは4番山口夏子、さらに6番山口優と続いて、さかなく1番梅田優希、最高峰5番元砂奈由美で1段4 3コーナーのカーブ、風を切る7番鈴木みのり、この番手は2番飯塚智子が迫るが、先頭7番鈴木みのり、外から3番中村ゆかりが迫ってゴールイン、しかし7番鈴木みのり押し切りました。